E サイトは、東日本旅客鉄道グループの高崎ターミナルビルが運営をする駅併設型商業施設の名称である。E サイト高崎 E サイトは、主に JR 東日本高崎支社管内の駅に商業施設を展開している。2017年9月1日より高崎に、同年10月4日より、アゲオ・カゴハラに、JR 東日本グループ共通の 新ポイントサービスである JRE ポイントが導入された。カードデザインは高崎は高崎モントレーと共通、あげお、かごはらはあずくまと共通となっている。2006年3月15日、高崎駅構内東側に開業した。さらに2010年12月12日に東口新駅舎開業と同時に開業した。東口新駅舎は 新しく設置されたペデストリアンデッキでラビー市高崎や高崎下は美術館などの周辺の施設と結ばれるようになり東口周辺がより便利になった。店舗数は48で献血ルームや市民サービスセンターなども入居している。さらに群馬デスティネーションキャンペーンに合わせ2011年7月2日には2階に新たに地元再発見の場を提案する。 群馬色派がオープンし、E サイト高崎も同日に、新装開業した。2007年12月25日、前橋駅構内に開業した。あげ駅コンコース2010年3月14日、あげ駅駅舎建て替え工事終了に伴い、駅構内にオープンした。あげ駅舎の上階、改札口の真上に位置し、4店舗が入居している。運営は、 高崎ターミナルビル本社管轄ではなく、あず、熊谷の管理部門である。E サイトカゴハラ2011年3月20日、カゴハラ駅に隣接する位置に3階建ての駅ビルとして、開業。駅ビル内に保育園が入居している。運営は、高崎ターミナルビル本社管轄ではなく、あず、熊谷の管理部門である。ありがとうございます。